ババーン。はい。机の右下の角かなに設置しました。右下っていうか、まあ、うん、の角に設置しました。机の角に設置しました。消防署ね。トミカタウンビルドシティの。そして、以前からそこにあったマイホームをちょっと上にね、まあ無理やりなんだけど、設置して、まあこんな感じで、はい。しんちゃんもいたりして、ほんでこれに道具があって、まあ、番犬がいて、で木があって、ホークアイビジョンがいて、でまあ下には貞子がいるんだけど、まあお祈りしてるから大丈夫だよ、みたいな感じで。こっちにはね、またいろいろあるんだけど、まあこっちはまだね、完成してなくて、ほんとはそこに照明を置いて、その後、また街をね、拡張したいんだけどね。はい、こんな感じで。家の中にも車が止まってますね。まあコレクション的な。まあトニー・スタークのね、部屋みたいな感じにしてます。そしてこうね、これはトミカのエースです。トミカっていうか、トーマス・トミカのエースですね。とかいたりしてます。こんな感じです。じゃじゃーん。ナターシャ・ロマノフの休日。休日にこの格好で、右手に銃持ってるのおかしいけど、まあこんな感じでね、でっかいね、ジェラトーニのぬいぐるみに寄りかかりながら、まあね、右側にはね、ミニーのエッグがいて、まあ、ディズニー映画でも見てるのかなって感じで、で、ペットの2匹ね、がここにいますって感じで、はい。ちょっとしたリラックスタイムを机の上で作ってみました。はい。100均のダイソーで買ったね。このね、なんて言うんだっけ、これ。なんて言うんだっけ、こういうの。敷くやつ。敷くやつ。うん。テーブルに敷くやつを敷いて、こんな感じで、じゃ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 ん。みんな座っております。やばい、ガンオーラが起こってるけどね。で、まあ、こんな感じでみんないて、こっちにもちょっとトミカタウンビルドシティがありますね。こんな感じで。はい。いいですね。素敵ですね。ちゃんとここにはね、あれ敷きましたよ。ね、コースターね。コースターっていうか、うん、コースター。なんだっけ。なんとかっていう、すぐ乾くやつね。大理石風。あ、ランチョンマットだ、これ。ランチョンマット。メキシカンのやつを敷いてみんなまったりしております。はい、トミカ組み立てタウンをね、3つ組み立てたんだけど、いい感じの街並みになってきましたよ。トミカタウンビルドシティよりも一回り小さいんだけど、机のほんと一部でね、こうちょこっと作るにはね、十分だと思います。意外と使えますね。トミカタウンビルドシティのパーツも使ってるんだけど、こんな感じですね。はい。こっちにもこうあって、理髪店があって、銭湯があって、フラワーショップがあって、ファミレスがありますという感じですかね。感じで今日買ったセリアの恐竜たちもいますよ。でドラえもんとかも上から見るといますね。あとは木のパーツとかをもうちょっと置きたいな。なんか緑が欲しい感じはしますけどね。こっちにはナターシャもいたりして、ゴロザウルス、アイアンマン、ミクロマン、プリキュアかな？プリキュートだっけ？とかいろいろいます。イエーイ、ちょっと街がまた新たにできましたね。嬉しいです。はい、そして今はね、こんな状態ですね。ちょっとね、3DS でね、ポケモンを始めたということでね、一部 3DS コーナーですね。3DS って言ってもね、一番初期のね、3DS なんでちっちゃいですね。で、これ、新しく組み立てた、トメカ組み立てタウンの、料金所かな、高速のね、っていうやつもあって、これはね、まあ、さっきまでの、この、例えばファミレスとか、銭湯とか、理髪店と比べるとちょっと地味かな。まあでも、まあ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 、金額が一緒っていうのは納得できるんだけど、クオリティの高さで言うと一番はやっぱ銭湯だよね。次がファミレス、その次が理髪店。まあお得感だね。お得感で言うとそんな感じかな。今、この4種類だとね、全4種類だから。まあ買う順で言ったらまずこれから銭湯から買った方がいいかなと思います。一番僕が満足した感じですね。で、大好きなカフェラテを飲みながら、まあ、みんなで遊んでいるという感じです。はい、ということでね、今回ね、ちょっと何日かね、撮りだめたんだけど、撮りだめたっていうか、何日かにわたってこう撮影したんだけど、まあ、ちょくちょくね、おもちゃでこう遊んでるよっていう報告でした。ちなみにね、マウスパッドも新しいのに変えましたね。ハードオフで、前買っておいたやつに変えました。ちょっと前のがね、ちょっと滑るんだよね。だからちょっと変えましたね。そしてこんな感じで、はい。
こっちはこっちで、いい感じになっております。これがシールド本部です。ただヒューリーがまだ到着してないんだけどね。こんな感じで、貞子とかもいて、はい、ゴラザルスもいます。楽しくやってます。あ、あっちにベノムもいますね。ベノム被っちゃったからな。もう一回回してこようかなと思って、アイアンマンとスパイダーマン狙う感じでね。で、バッキーもいます。なぜかしんちゃんで、お小水坊やです。はい、ということで今回はね、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお願いします。じゃあね、バイバーイ。